どうもシューティービでーす。了解です。お願いします。お願いします。というわけで、ね、引き続きね、はい、あのこちらの場所でね高架下でね、はい、設営しているんですけども、はい、今回ちょっと良平さんに言ってなかったことが実はあって、はいはいはい、僕あの実は結婚しました。それは知ってます、はい、知ってる。編集もしてます。あ、知ってる。はい、ごめん、ちょっと待って、一回ちょっと飲むわ。喉越しがすげえ。うまい。まあ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 、こういう茶番は本当にやめてほしいんですけど、グローブ実はおオーダーしてた、うん、ちょっと待って、紐出せよ。それどころじゃねえよ、紐クソ出せよな。紐ちょっとなんで乾燥機にやられてんだよ。さっき引っ張られた、さっき引っ張られた、すいません。ってことですね、はい、グローブを実は作ってました。おお、良平さんにね、あのグローブ作ったり買ったりすると、あの報告しないと聞いてねえよって怒られるんで、うん、言っとかないといけないなと思って、はいはいはい、まあ、あの結婚したということで、まあ、結婚とグローブって言ったら、まあ、お祝い系のね、イベントグローブって言ったらいいのかな、はい、ありますね。そうなんですよ。それを今回本格的な革で作りました。なるほど。はい、本格的なグローブ、あのまあ多分検索ワードで翔平グローブオリジナル結婚ってこう調べると多分出てくるの2文字のメーカーなんですよ。ああ、もう分かったわ。なんとなく分かったわ。分かった、うん、本格的で、2文字。そうそうそう、英語2文字だったらもうあそこしかないかな。紹介します。はい、こちらシャキーンと。はい、なに俺初めて見た。はい、どうすか、ルフェさん、これあのね、お祝いグラブじゃない革質してんだよね、これ。そう、あのこれね、当てはさみ型GS グローブの当てはさみ型で、作ってもらいました。一番人気できたね。はい、大江さんにね、一番人気の型のグローブで作ってほしいと伝えて、はいはいはい、まあ、多分 GS って作ったことないと思うんですよ、こういうお祝い系。だからまあ最初のメーカーとしての 初ウェディング、これかなと思って、うん、すげえな。この無限大って、あの俺とその嫁はウーバー好きなんですよ、はいはいはい、ボーカルの名前の後ろに無限大ついてるんで、うん、結構ウーバーファンはみんな無限大つけるんで、無限大をつけさせてもらって、でまあこっちを見るとこのお祝いの、おお、内側刺繍、そうにしました。すごいな、いやマジですごい。こうやってやってもらいました。多分普通の本当のグローブで、普通の、うん、じゃない。いや、お祝いグローブってさ、ほら合皮とかさ、うん、まあ、革使ってたとしてもカピカピの革使ってたりとかさ、そうそうそう、なんだけどしっとりしますね。そう、すごいしっとりしてる、はい、ちゃんとしたやつ使える。軟式のオーダーなんですけど、うん、それ多分5万超えるレベル。そうっすね、刺繍で何箇所やった話じゃない。刺繍がね、えらい高かったらしいっす、はい、そう、だ刺繍だけで4箇所入ってるから、1段、2段、3、うん、まあ本体は一緒か。そうで、白で、うん、紐赤の、まあ、紅白カラーね。そうで、最後にちょっと俺の色を入れようと、俺の色ってなんだ、金使うことが多いんで、うん、まあ、金も入れて、まあ、金もね、お祝いごとにはね、そう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 、あの名前も入れてもらって日付も入れてもらってっていうので、お祝いごとといえば紅白だし、うん、あとはまあね、金とかもやってるし、まあ刺繍も、中の刺繍もね、祝結婚っていう字はちゃんとね赤になってるし、そうそうそう、っていうところで、まあ本当にお祝い、ザお祝いっていった感じの、そうっすね、グローブですね。あのこれ全部大井さんが、はい、あの考えてくれて、ちゃんと祝結婚翔平で、この真ん中のやつもさ、わざわざ大井くんがハート入れてるから、大井くんがハート入れてるんだよ、これでいいですかと、わざわざ大井さんからハートが出てくると思わなかったなと思ったけど、でしかもありがたい。もっとこれしっかりグリス入ってるじゃんと思って。しっかりグリス入ってる。しっかりグリス入ってる。はい、流行りのバスケットウェブだったとしてもね、あのこのインフィニティマーク、うん、マーク入れるためにこれちょっと変えてるね、普通のバスケットウェブじゃないあたり。そうそう、まあもともと選べる型ではあるだろうけど、これなんでオレンジにしたの。え、なんでオレンジにしたの。これオレンジは俺のカラー、イメージカラーらしいです。で金はどこ行った。金は金は、いや、この無限大のこれ、なんか俺のオーラがんだって、占いに行ったら俺のオーラ写真を見せたら、うん、占い師さんが何人かみんな、うん、この方はオレンジカラーですねみたいな、あーイメージ、そういうこと、ね、オーラの色みたいな、はいはいはい、明るくてこう陽キャみたいな、なるほどなるほどね。でオレンジにしてもらいました。はい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 、そういうことが、そういうところも凝ってるんだね。そうそう、だから、そだからもし GS でこういうウェディング系のグローブ作りたい方は、うんうん、あの本当にこうやって
柔軟に対応してくださりますし、はいはいはい、もうすごい聞いてくれる、そうそうそう、グリスも入ってるんで、そうそうそうびっくりした、ちゃんと補給面で裏側閉じられてるじゃんと思って、そうなんですよ、なんで蒼井くんにね、あのポケット2つね、こうやっといて言ってたんだけどね、あのさすがに中に刺繍入ってるグローブ片付けする意味がわからない、意味わかんない、中叩いたりした瞬間に刺繍糸切れるから、あ、そうそうそう、まあこれをね、まあ、飾っておこうかなと、うん、やっぱ GS っていうか、まあそもそも蒼井くんとのまあ、つながりってやっぱすごい大事というか、ね、7年8年ぐらいの中ではあるので、はいはいはい、一番向こうさんの次に長いかな、うん、向こうさんと蒼井くんがほぼもう同時に近いけど、はい、うん、こっちに来てよく飯食ったりとか、うん、ろくでもないことし2人でよくやってますけど、はいはいはい、夜とかね、まあ、そういう結局なんか腐れ縁というか、忙しいなりに互いにたまに時間見つけて会ってこう話したりとかするんで、うん、つながりのおかげで、まあ、作ろうと決めたグローブではあるので、はいはいはい、これは蒼井くんの気持ちも入ってる、はい、まあ、GS 全体の気持ちも入ってる、ね、はい、いいグローブだと思いますので大事にしたいと思います、はい、大切に保管しておいてください、はい、まあ、グリスがなくなったらモンタナ行ってグリスまで大丈夫、使わなかったらなくならないから大丈夫、大丈夫、紐たまちょっと大丈夫大丈夫、使わないからね、紐青にしようかな全紐交換青とか、ね、せっかくの紅白から何してくるとんねんって話まあこの本体の色もさ、うん、ね、まあ、マッキンキーもできるんですよ実際は、はいはいはい、うん、でももうなんか金グローブ持ってたから白にしようかなと思って、まあ汚れることはないでしょうと、うん、ね、とか言ってこの後の動画でキャッチボールしちゃったらマジで笑えないですから、絶対使うなよお前、俺人のグローブそう使わないから大丈夫、そっかそっか、入れた、いや失礼します、どう当て挟みじゃないガチモンやね、ガチモン、そうそう、余裕でガチモン、ガチモンだよね、しっかりと、しっかり使えるよこれ、うん、あの入れた、手入れた時のやっぱ寺田のね、あの、そう、あ、寺田じゃないか、裏紙かな、まあでもちゃんとした本革、ちょっと源田っぽく、そうね、しっかりね、こう打球取る時にこうしっかりこう負けない、負けないようにするために、なんで使う気分まあ本当、まあ、彼との縁はすごいね、いい方向に行ってますし、はい、今後ともね、あの GS、そして蒼井くん、はい、応援していきたいと思います、はいはい、僕も支えてもらってるので、はい、ね、素晴らしい、いいグローブなんで、そんな感じで、はい、今回はこちらの昨年の11月24日にさせていただいて、その後にグローブの方、ウェディンググラブを作らせてもらいましたという、動画でした。この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。 GS のリンクも貼ってるから見てね、見て。Yeah.